はい、こんばんは。本日は不審な車が現れるということでお送りします。まずは、周辺の工事現場の様子からお送りします。周辺では相変わらず工事現場が多いです。続いては私が近づくと騒音が聞こえます。今のような場合、偶然ではないかと思われることがあるかと思うんですけれども、この偶然が非常に多く発生することになります。続きましては、商業施設内で私のことを尾行してきた女がいるんですけれども、その車の様子です。この黒い車なんですけれども、取ってつけたかのように左に曲がってしまいます。直進すべきか左折すべきか迷ってたと思うんですけれども、左折するんだろうなと思ってウィンカーを出したら、前の車もウィンカーを出しました。この先でも突然右折をしてコンビニの敷地に入ってきました。続きましては13分間止まっていたガス会社の車です。続きましては、見慣れないクラウンがうちの前をわざわざ通行していった映像です。このピンク色のように車は通っていきました。家の前を見慣れぬ車が通過することがありますが、こういった具合で通過するものだと思われます。家の前でわざわざ展開する軽自動車です。うちはですね、坂とカーブの途中に立地しています。そこで私有地を使ってですね、わざわざ U ターンするというのは不自然と思うのですが、いかがでしょうか。本日も、正体不明の航空機ですね。
現在もですね、正体不明の音が聞こえ、何かを浴びせられているようでですね、耳鳴りや頭痛、体のしびれなどが起きています。13日の車両の通行台数は31台、航空機がヘリコプター1機でした。